はい、こんにちは、村野聡です。今回はですね、有名な先生とはいえ学級はどうなっているかわからんよという話をします。皆さん、YouTube とかね、YouTube で有名な先生いらっしゃいますよね。あるいは本なんかいっぱい書いてる先生いらっしゃいますね。あと私がちょっと前まで、最近ちょっとね止まっちゃってるんですけど、ボイシーっていうねラジオ番組ありますよね。パーソナリティの先生たち、そういう結構名前が知れている有名な先生たちいらっしゃいますよね。そういう有名な先生ってもしかしたらこう理想的な教育をね毎日毎日実践されてるんじゃないかなって思いますよね。で、我々がそういう先生たちの、研修会に行ったり本なんか読むと、基本的にいいところしか書いてないわけですよ。それがねすごくヒントになったり勉強になるんだけども、でもねそこだけを見てるとつい我々はこの先生はもうずっとうまくいってると、子供と多少ね、いろいろあるにしてもそんなめちゃくちゃになることはないだろうとか、そういうふうに思う先生いらっしゃると思うんですね。読んだり見たり聞いたりしててね。だけど、意外にもですね、その先生を詳しく知っている先生から私直接こう話をお話をね伺うことがあるんですけども、あの先生実はね最後の年かなり学級荒れてたよとか、そういう話をですね割と聞くんですね。で、考えてみればそりゃそうなんですよね。だって先生と子どもの関係をいつもこう良好にしておくだけの器のある先生なんてのはめったにいないと思うんですよ。ですから私が尊敬してやまないね先生たちもおそらくそんな風にね学級の中で担任しててね子どもたちとうまくいかないことってねたくさんあったはずなんですよね。だけどもそれを我々はね本だとか動画だとか、そういうとこからしか見ないのでね、いいところしか見ないわけですよ。で、時々ね自分の失敗をこんな今大変だとかね、今こんなに苦しんでるんだっていうことを大々的に公表する先生って時々いらっしゃるんですね。実は私もそうだったんですよ。学級崩壊がねいろいろ流行った頃に新型学級崩壊という概念が生まれたんですね。それは今までね学級崩壊といえば先生の技量不足で発生する、そういうトラブルだったわけですけども、新型学級崩壊っていうのはそれとはちょっと違って、先生にはある程度力はあるんだけども、なんていうのかな、その子供がね、本当に大変で、もうそれは力のある先生でもねなかなか解決できないというような、そういう学級が増えてきてるっていうので、新型学級崩壊という概念をね向山陽一先生が配信してくれました。で、私もですねその新型学級崩壊というやつだったんですよ。今思えばね、もしかしたらただの学級崩壊だったかもしれないけども、崩壊はしてないんですけどね、かなり荒れた状態があったので、でもですねそういう大変だったその自分のクラスがこんな今大変だということをね配信したり発信する先生ってほとんどいらっしゃらないんですよ。で、私の時はね毎日発信してました。配信してましたね。SNS で配信してたんですけども、そうすると逆にねいろんな人の同じような立場の人からも連絡をいただき知り合いになれたり、逆に、いろんなこんな方法があるよとかこんな話聞いたよっていう情報もたくさん集まるんですね。だから私本当クラス大変で、本当に大変だったんだけども、その夜はその SNS を見ることでまたねいろんなヒントもらったり、本当にね助かりましたね。で、1年間終わった時に本当に1年間ありがとうございましたって配信した時にですね、またいろんな方からメールいただいて、私村野先生に直接配信はしてないけども、この1年間ね私のクラスも大変だったので先生の配信を見てね頑張りましたなんていう連絡をいただいてるんですよ。だからなんていうのかな、もちろんね学校の先生のうまくいった場面を配信する、
発信して、いやこの先生すごい先生だなって思われることももちろん大事ですし、まあ、それもね、我々にとって必要な情報ですよね。だけどもその逆、こんな大変なんだとか、こんなに今苦労してるんだとか、そういうのがあんまり配信されないじゃないですか。でも何かねあると、実はあの先生ね結構学級荒れてるんだよなんて話をね伺うんですよね。で結構ねそういう有名な先生たちってずっと小学校の先生続けてなくてね、大学行ったりなんかいろんなことを転職したりしますよね。もしかしたらそんな、学級が大変でね、っていうのはあるのかもしれませんね。まあ、でももちろんそんなことなくてね、本当に学級で仕事する、まあ、学級での仕事よりもそういう大学の先生になったりとか、そういう方が面白そうだなと思って変えていく人もいるんですよね。でやっぱり実践家だった人がそうやって大学の先生になればね、これは、本当に影響力がありますから。この間のね竹岡先生なんかもそうですけども、まあ、そういう生き方っていうのはね一つ大事だと思いますね。また私の尊敬してる先生でも、もうこの人はね間違いなく大学の先生もなれるだろうし、もっとねいろんな仕事できるだろうと思ってる人がずっと担任をしていてね、もう一生これでいきますと言ってる人もいるし、だからあんまりねその目立って人前に出て、そしてすごい先生だって思われてるような人はね、まあ、疑ってもしょうがないんだけどね、少しいろいろ問題がある可能性はあるんですよね。だからやっぱりどんな実践家も失敗するしね、でうまくいかないことがあるんですよ。ただそれをなんか発信しないんですよね。で私がちょうどその大変だった時期ね、本当に配信して、結構ねいろんな人から意見を伺ってた頃にですね、まあ、何人かの有名な先生と会ってお話する機会なんかもあったんですけど、そういう時に実は自分のクラスも今大変なんだよなんて話をする先生がいるんですよ。まあ、そういう状況でありながらね、そういうことは一切そういう先生発信しないんですよね。だからやっぱり大変だったらね、その大変さも含めてね配信していくっていうことがね非常に重要じゃないかなと思いましたね。で私大変だったけども、その配信してたことでまあなんとかね、無駄な1年にしないで済んだというか、配信するためにはいろいろ考えるじゃないですか、クラスの状況とかね、自分の気持ちだとかを考えるので、まあ、それがね一つすごい勉強になったなと思います。はい、というわけでね、私が今回言いたかったことは、まあ、素晴らしい実践はもちろんね配信していただきたいんだけども、こんなに今大変なんだという発信もね、ある意味いろんな人に勇気を与え、そして力をつけるいいチャンスになるんじゃないかなと思います。ですからね、この2学期以降配信してる人、大変なクラスだったらね大変だってことを配信してほしいなというふうにね思います。それはね本当にね重要な情報なんですよ。ですから私が尊敬してるね、本当に尊敬する先生はね、皆さんそうやって自分のクラス大変なんだよということもね配信してます。まあそれがね本当の実力じゃないかなというふうに思っています。おかげさまで、8月のメンバーシップですね、昨日は竹岡先生の動画も配信してますし、4つの、ね、講座も無事配信しました。そしてね4つ目の物語の授業の仕方という講座がですね非常に評判がいいんですよ。ですからねこれも皆さんねぜひ見ていただきたいなと思うんですね。これをきっかけとして何かねセミナーができるんじゃないかなという感じもしています。まあ、とりあえずですねこの8月の夏休み限定のセミナーですね、これメンバーシップで配信したんですよ。これがねなかなか評判が良かったので、ぜひご覧になることをお勧めしたいと思います。はい、あとね2024年の村野聡ライブ講演会動画配信ですね、これもうそろそろ締め切りですね、8月の31日までです。よろしかったらねこちらもお待ちしておりますので、ご応募ください。そして最後もう一つ、私がね5年間原稿の連載原稿ですねを書いてきた5、6年の算数を、書籍にしました。書籍、デジタル書籍ですけどね、追試できる算数授業の原則導入15分間の展開例という、まあ、私の48本の論文を全部載せ、一つにまとめた論文集を、販売してます。こちらもよろしかったら、ご検討ください。はい、というわけで今回はね、教師の力、本当の力っていうのはねやっ
ぱりその大変だというそういう状況もね配信するところにあるんじゃないかなという話をさせていただきました。この動画良かったなと思った方ぜひチャンネル登録をお願いします。そしてグッドマークあるいはコメントもお待ちしております。そしてメンバーシップですね、こちらの方もお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。